スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、ザ・バックホーンボーカルの山田です。ギターの塚並です。ドラムの松田です。ベースの岡峰です。我々ザ・バックホーンは11月25日に11枚目となるアルバム運命開花をリリースします。はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。最高のアルバムができましたね。できました。はい、間違いない。はい、どうですか、手応えどうですか。いやもう来てます。やばいですね。運命が花開くと書いて、はい、運命開花、はい、かなり劇的なパンチのあるロックになってると思います。劇的な、はい、運命っていう本当こうネガティブもポジティブもね、うん、どっちもこう携えた今のバックホーン、人間臭い、人間臭い、うん、それを爆裂させてねいるので、はい、それが皆さんの中でこう開花してくれることを、開花してくれることを願って作りました。うん、はい、そうですよ、はい、そうですよ、本当にね、運命をね、はい、切り開いて花開かすっていうね、うん、のもありですか。かっけえ、ありですよね、かなりありですね、うん、そうやってね、ちょっと強いですね、彩りをね人生につけるような、そういうことです。花を添えるような、はい、ね、あなたの人生に、はい、アルバムに なればいいかなと思って。やっぱ常に我々はね、本当そういう素晴らしい気持ちにしかなれないのでっていうことですよね。だからね、そういうことです。まあ、だからもう結果はね、いろんな人生の波があるんだけど、はい、どうにかそこに最後には、うん、でね、うん、そう、花がね、はい、でかいのかちっちゃいのかわかんないですけど、開いてほしいっていう思いはあります。はい、非常にバックホーンらしいアルバムになりましたね。はい、はい、ぜひ聴いてほしいですね。はい、ツアーもありますね、これ。ありますね。来年ですけども、2月の21日からスタートします。オーイースト、スタイオーイーストからスタートしまして、全国35本という、やりますね、かなりこれはたっぷりいろんな場所、うん、まあ、あります。そしてファイナルは6月の12日新木場コーストで、向かいます。ぜひどの場所か近くにバックホーンがいた時には、ぜひこの願わくば運命開花を聞いていただいて、ツアーに参加していただけたらと思っております。はい、はい、ライブもますます熱く、はい、ライブはライブでまた熱く増幅していくところもあると思いますので、はい、はい、ぜひみんなと一緒に時間を過ごせるのを楽しみにしています。はい、はい、それではライブでお会いしましょう。はい、ザ・バックホーンボーカルの山田でした。ギターの佐野でした。ドラム松田でした。ベースの岡峰でした。